高知県立高知西高等学校は、高知県高知市がもブにある公立高等学校、男女共学、オーストラリアのザ・フレンズスクールと姉妹校締結を行っており、数多くの留学生を受け入れ、国際交流も活発である。またスーパーグローバルハイスクール校に認定もされ、より国際交流が盛んになっている。女子夏服男子生徒は標準型学生服で、夏服は、 カッターシャツとなる。女子生徒は、紺色のスカートに、夏服は、白のブラウス、愛服シーズンは、白のワイシャツに、紺のベースト、冬服はその上に、紺のジャケットとなる。カバンは男女ともカビーでないリュックを使用していることが多い。また、補助カバンとして、スカイブルーのナイロン製のカバンが指定されている。これを通称して、成功バッグと呼ぶ。 土足化され、上履きは廃止された1963年の第一期落成と共に設置された成功食堂は300人以上収容の施設で外部の独立した食卓業者によって運営されていた。現在は取り壊され、西社3階に設置されている。メニューは非常に豊富で、弁当類16種類、麺類7種類、揚げ物副菜8種類以上。 部活動は活発であり、登山部や吹奏楽部は全国大会でも屈指の力を有している。ありがとうございます。